はい、皆様こんにちは、火曜マリノでございます。今日はですね、司法書士を選ぶ7つのポイントというですね、お話ページがですね、グリーン司法書士法人さんのですね、ところに掲載されていたので、これをネタにですね、やっていきたいと思うんですけれども、司法書士はですね、会社経営なんかをしていれば、頻繁に関わるよという人もいらっしゃるかと思います。そうでない方は一生に一度から数度ぐらいだと思います。家を買った時とか、相続が発生した時、債務整理の時、なかなかね、日常生活で関わることはない司法書士なんですけれども、じゃあ司法書士が必要になった時に、どういうポイントで司法書士を選んでいくべきなのかということについてですね、7個書いてありました。順番に見ていきたいと思うんですけれども、まず1、費用が明確でしっかり説明してくれることですね。まあ、これはやっぱりですね、初めにどれくらいの費用かかるかですね、言ってほしいということだと思うんですけれども、まあ、これはですね、難しくて、ものによるんですよ。不動産登記手続きとかであれば、売買とかね、贈与とかであれば明確にですね、金額を決めやすいんですけれども、例えば相続なんかではですね、調査してみなければ相続人がどれくらいいるかわからないので、工数を確定できないと金額の確定っていうのはちょっと難しいっていうところもあります。あとは債務整理とかですね、成功報酬の何パーとかっていうところで、債務整理なんかはね、比較的明確に、報酬出しやすいので、まあ、こういったものによりますけれども、どこまでですね、しっかり明確に提示してくれるかっていうのは大事なポイントだと思います。で、2つ目、じっくり話を聞いてくれるということで、ですね、これはやっぱりですね、相続ないしは、まあ、債務整理に当てはまるのかなと思っていて、なかなかですね、商業登記の場面ではね、なかなかじっくり話を聞くとかっていうのはなくて、基本的に手続きが一つこう道筋で決まっているので、まあ、決まってで、まあ、方向性を決める上では債務整理とかっていうことに関してだったら、こういったじっくり話を聞いてくれるっていうのも選ぶ大事なポイントなのかなと思います。で、3つ目、丁寧に分かりやすく説明してくれる。まあ、2と3は同じような感じですかね。1、2、3あたりはね。で、4つ目が専門家視点で提案してくれるということで、これもですね、これはに関しては全部のジャンルでやっぱり言えることかなと思います。不動産登記でも商業登記でも債務整理でも相続においてもですね、やっぱりこれがダメだった場合において、こっちもできるんじゃないかとか、逆にですね、この手続きよりもこっちの方がいいんじゃないかとか、そういった提案がやっぱりね、できるのが専門家でありますし、むしろですね、そういった提案ができる専門家の方がいいと思います。だから提携の仕事を誰でもできるのでね、はい。で、5つ目、連絡が取りやすい。まあ、これはですね、人によると思いますけれども、連絡が早い人も、即列をね、売りにしている司法書士もね、多くいますので、やっぱり連絡が取りやすい方がユーザー的にはですね、よろしいかと思います。で、6つ目、アフターフォローしてくれるってことで、まあ、これはですね、会社法人登記なんかはなかなかそういう、ね、概念がありませんけれども、例えば、債務整理とかだって、なんていうのかな、その後もですね、なんか出さなきゃいけない書類とかもあったりするわけですよね、民事再生とかだと。そういったところもですね、バックアップしてくれるようなところとかっていうところだと思いますけれども、これもものによると思います。最後、着手金がかかるかどうかということですね。まあ、これもですね、これは結構ですね、着手金というか基本的に登記費用とかっていうのは前払いになってくると思うので、かかってしまうと思いますけれども、債務整理の場合だったら着手金なしでね、引き受けるとかっていうこともありえますので、これもものによると思いますけれども、不動産登記とか商業登記はね、さすがに前払いになるかと思います。まあ、こんな感じでね、司法書士を選ぶ7つのポイントってことで、これ書いてありましたけれども、まあ、そのお金の話はですね、当然払う前提だから、前でも後でもそこはそんなにですね、重視する必要性ないと思っていて、やっぱり私大事なのはね、専門家視点で提案できるかどうかだと思います。で、それがやっぱりですね、まあ、それで提案できるからこそ専門家の役割があるわけですからね。まあ、あとは、ね、レスの問題もありますけれども、やっぱり専門家ってにはね、私はあんまりですね、レスを早く求めるっていうのはあんまり良くないんじゃないかと思っていて、やっぱりですね、専門性高いことって、じっくり考えたいこととかあって、即なんかチャットとかで即返答できるようなものじゃない場合が結構多いんですよね。だからあんまり即レス求める必要もそこまでないのかなっていうところで、やっぱり、まあ、ユーザー目線からすると費用と、あとは説明の部分ですかね、まあ、ここはやっぱ大事なんじゃないかなと思いますけれども、やっぱりですね、もうこれはフィーリングだと思いますよ。専門家っていうかね、司法書士、まあ、とかは
なんかこうなんかチェックリストでこれに当てはまるからいいとかっていうのなくて、フィーリングで相性が合うかどうかとかだと思いますので、まあ皆さんもですね、なんか何かの参考にしてもらえればと思います。まあ、家を買うとかの時とかはね、なかなか司法書士をそもそも選べないってこともありますからね。銀行さんとか融資受ける場合はその銀行の指定の司法書士を使わなきゃいけないので、選べないということもありますけれども、もし自身でですね選ぶような機会があれば、そういった視点からも、選んでみてはいいんじゃないでしょうかというお話でございました。はい、ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。